うございます。今日は7月22日月曜でございます。今日は意を決して病院に行きたいと思います。その前にちょっと法務局さんに書類を取りに行くという用事があるので、それだけ済ませて向かいたいと思います。なんで意を決してかっていうとさ、本当にさ、パニック障害にさなったことある人とかはさ、すごくその恐怖が分かってもらえると思うんやけどさ、もうとにかくさ、パニックが起こってほしくないんよ、マジで。ほんでそれから逃げるためにいろんなことから逃げとるんやけどさ、前にな、歯医者で治療するときに麻酔をさめっちゃいっぱい打たれてさ、でそこの歯医者は昔住んどったアパートの前にあった歯医者、もう近いから行っとったっていうだけの歯医者やったんやけどさ、でそこでさ、なんかな、麻酔が効きにくくてさ、で何本も麻酔をどんどん入れられてしまってさ、そしたらなんかもうバクバクバクってなってきて、そっからもうパニックが起こってしまってさ、でも麻酔が怖くなっちゃって、そこから歯医者自体にも行かへんくなっちゃったし、当時な。でもやっぱりさ、歯が痛くなると行かんわけにはいかんからさ、四日市来てからさ、お友達にのおすすめのさ、歯医者さん行って事情を説明してさ、歯を抜かないかんかったからさ、それはさすがにその時はすごいな、少しずつ麻酔入れてもらってさ、休憩してさ、麻酔入れて休憩してって、こう状態見てもらいながらしてもらっとってさ、その時は抜くことができたんやけど、でもパニックになるのかも本当に怖いから、だから虫歯の治療をな、普通は麻酔かけてするような治療やったんやけど、それをもう先生に麻酔なくていいですって、もう最終本当に無理やったら麻酔使ってくださいみたいな感じでさ、ウィーンってなって、こんなになりながらさ、もうめっちゃすっごいもう痛みに耐えてさ、歯を治療したこともあったんやけどさ、もうそれくらいな、避けたいの、パニックが来るっていうことを。そのパニックが来るトリガーみたいなのもあってさ、でそれはさ、やっぱ不安やったり心配事やったりが急にこう増長してしまった時とか、あとはその吐き気、私の場合は吐き気もダメで、吐き気とかそういうめまいとかそういうのがすごくダメでさ、トリガーになってしまったりとかするんやけどさ、昔な、若い頃にホルモンの治療をしたことがあって、その時に飲んだお薬とかさ、やっぱりな、ホルモンに影響するもの、ホルモンを触るものがさ、私の多分体質に合わへんのか、吐き気がひどくって、吐き気、頭痛がひどくて、もう動けやんくってさ、で途中でその薬はもうやめて違う治療に変更してさ、なんか直接お腹に注射打つみたいな、なんかそんなになったんやけどさ、ほんで、でまあそれは良かったんやけど、その経験があるもんで、またな、ホルモンの関係の治療をすると、その吐き気、めまいに襲われるんじゃないかという不安から、またそれでもしそうなったらパニックなりかねやんなと思って、それで婦人科で定期検診で行くけど、別に変わりないですみたいなさ、生理痛も排卵痛もあるけど今までもあったので別に特に問題ないですみたいなさ、なんかそういう返答をしてしまっとったんやけど、でもな、さすがにな、ちょっとふと思ったんよ、そういう痛みとかなんか不具合を治すためにいろんな薬がさ出たりとかさしとんのにさ、なんかその時にな、歯医者の麻酔を我慢して治療を受けた時のことを思い出してな、もうなんか無駄な痛みに耐えとる時間やなって思えてさ、だからちょうどその検診の時期でもあるから行こうかなと思って今向かってます。
止まるところがあるのか。ちょっと厳しい。どうしようどうしようどうしようやけど、どうしようもないな。法務局がいっぱいあったので、どうしよう、どうしたらいいんやろう。また別にタイミングにしよっか。ちょっと病院にナビを合わせ替えます。セブンがあるし、セブンにしよう。そこによるわ。ガソリンも入れれるな。ガソリンも入れとこっか。ちょっとじゃあガソリンを入れますわ。お隣のセブンに着いた。セブンにな、このなガソリン入れたなレシート見せるとセブンのカフェが30円引きになるんやって。コーヒー買ってこうかな。さあ買ってきました。はあ、ちょっと落ち着こう。やっとナビの設定ができました。それでは向かいたいと思います。まあ結局一つ予定が抜けちゃったんやけど、まあしゃあないよね。そんなこともあるさ。安全運転で向かいたいと思います。なんちゅうツッコミ方や。ええんやけど、大変やな都会は。どうぞ。よし到着。先さっき着いた人が中入ってたで、ちょっと見てくる。もうちょっと受付に行っただけやんか。怒ってる。なんで本当にほんの5分ぐらいなんやけど。今日も怒っております。はい、落ち着いて落ち着いて落ち着いてな。はい、今呼び出しがあったので行ってきます。ただいま戻ってまいりまして、エアコンで消費されて残量が 100% から 88% に減っておりました。今から移動するのでこれをオンにして行きます。無事に終わりまして、私のこの日々の体の痛みは勝手に更年期やって思っとったけど全く関係がありませんでした。もうさ、何でもかんでもさ更年期のせいにしたいなと思っとったけどさ、そういうわけにもいかんみたいやわ。いやでもな、本当にすっごいさ、あの待ち時間は長いんやけど、なんで待ち時間長いかっていうとさ、すっごく丁寧にな、あの親身になって分かりやすくすっごい説明してくれるの、ちゃんと。だからな、時間かかってももう本当にな、こればっかりは仕方がない。なんか私の不安にちゃんと寄り添って、これは大丈夫やからねみたいな感じでな、言ってくれるもんでさ、やもんで本当にありがたい限りですわ。なこうやって診察してもらうと安心して、あのよかったって思って帰ってくるのに、それまでがさ、なんなんやろな、本当に何か見つかったらどうしようみたいなさ、ようわからん不安。はあ、ちゃんと頭では分かっていいけどな。ほんで今からヤマトにも寄らないかんのと、あの走行充電器を変装しやめたからね、ヤマトにも寄らないかんのと、あとはカインズに寄ってこっかなって思っております。なので今ちょっとカインズを目的地にしております。っていうかさ、この待ち時間をさ利用してさ、あの編集しようとか思っとったけど何も結局できやんかった。いやー、お家帰ってからやな。ただいま。すっごい雷やね、ゴイスケ。
今カインズでこのマットを買ってきました。あとちょっとこの台も必要やったもんで買ってきました。なあ、ここのさところに今自作のマットをさ引いてあるんやけど、その上にもう一個ないとこれが汚れた時に洗濯大変やもんでさ、やもんでいつも引いとってんやけど、今までモコモコのさ冬仕様やったから、ちょっと普通の夏仕様のやつを買ってきました。引こうかこれ、ゴアスケ、そこふわふわなるからもう一回引こ、これふわふわなるからそこ引こっか。これな、こうやってしてきたんよ、買ってきたんよ。よっしゃ、せーの、多分大きいんやわ。はい、抜いて、ゴアスケ抜いて、はい、抜いて抜いて抜いて、なんで中に抜いたらダメや、抜いてってば、ゴアスケ抜いて。抜いて、ちょっとちょっと出てきて、抜いて抜いて、はい抜いて、はい抜いて抜いて抜いて、はい抜いて、だから入ってったらダメ。抜いてってば、こっちおいで、こっちに来て。すごい雷、ちょっと休憩しようかな、ここでちょっと抜いて、はい、こっち、そう、上に乗らない、そう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 、よいしょと、ほらふわふわやん、やったね。これ上、逆やな、ちょっと抜いてもらっていい？もうちょっと反対でした、反対やった、ごめん、ちょっと抜いて。はい、じゃあ、はい、上、ちょっと上に折って、はい、ゴースケも、あ、怒ってきた、はい、反対やったもんだって、こっちでした、方向が。こっちはほんでちゃんとしたら入るからさ、よしよし、バッチリバッチリ、いいやんいいやん、どうぞ、敷きましたんでどうぞ、はい、ふわふわを体験してください。そう、どう、かんちゃん気持ちいい、ふわふわ気持ちいい。気持ちいいそうです。なあ、すごい雷になっとるな、怖いね、おいでおいで、よいしょ、お、ふわふわやん、ふっかふか、うわすごい雷になっとるな、ゴースケン、ふわふわやね、これ買って正解やね。そう、これさ、180の幅のマットがちょうどぴったり収まるぐらいの感じです。まあ正確には180ないんやけど、まあギュッてなってついとる。喋らんでいいって、どうしたん、こんなここに肘置いて、かわいいやん。はい、というわけで喋ったりかんって。はい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございます。もうなんかさ、結局さ、今日はさ、やろうと思っとったことがさ、全然できやんかったからさ、まあ、ここで編集したりとか、まあ、この車の中でくつろぎつつつ、またな、ワンコたちとさ、遊んどるというか、過ごしとるなんか様子と、あとちょっとチラチラっと車の中のさ紹介とかもできたらいいななんて思いながら動画を撮り始めたんやけど、結局そういう風にならんかったけどさ、いやでちょっとこの動画出そうかどうか、迷うところではあるんやけど、そう、実際さ、結局 SNS とかさ、そういう表にさ出すようなものってさ、元気な投稿が多いと思うし、YouTube でもそうやけど、でも本当にリアルなさところをな、もう私は Vlog でさ、ゆる Vlog としても出していこうと思ったのと、あとやっぱり私と同じようによくわからん不安に襲われたりとか、もうどうしようもなくその恐怖やったり、そういうのから逃げれやんだりとか、すごくこう戦って見える方もおる感じなので、実際にさ、私もこんな風にちょっと一つ病院行くだけで、コウスケ気に入らんみたい、ちょっとさ病院行くだけのことがさ、こんなにすごく何ヶ月もかかったりとか、実際本当にもうそういう感じなんですよ。そう、だからもうこれが出とったらそういう気持ちで動画にしたんやなっていう風に、まあ、ちょっとご理解いただければと思います。笑っとる。はい、こんな感じで私はワンコに癒されながら
日々日々頑張っております。はい、そうやって今日はできやんかったけど、あの近々またこの車の中の紹介とかもできたらなと思っておりますので、あのチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、グッケがバイバイする、おいで抱っこしたろ、はい、ゴーちゃんこっち見とって、はい、はい、というわけで今日もお疲れ様でございました。おやすみなさい、バイバーイ。かんちゃんいいからおいで、大丈夫大丈夫、かんちゃんおもらししちゃったの今いいよおいで、こっちおいで、おしっこ拭こ、お腹汚れとるやろ、おいで大丈夫おいで。かんちゃん床にしたと思ったら買ったばっかりやのにやられたショック。かんすけもうしゃあないな、かんちゃんはなずれるんよなおむつがな